私には子供が3人いるんですけれども、ワンオペ育児の中、私自身も会社員として働いていたので、本当に毎日忙しく時間に追われながら生活していました。子供を育てながらずっとこの生活を送るのは正直厳しいなと思っていたんです。だからゆくゆくは自分で仕事ができればいいなと思って過ごしていました。自由に時間を使えるようになり、子供たちとの時間を大切に過ごすことができるようになりました。時間に余裕ができたことで、私自身の心に余裕ができて、家族の中に自然と笑顔が増えるようになりました。